よし、では続きいきましょう。楽しんでいこう。ちょっとレベルを上げてない2人やからレベル上げしたい。あ、待って、ちょっと待ってよ。だいたい前行くもんでしょうよ、こういう時はよ。私がよ、なんで後ろついていってんのよ。逃げるよ。立ち入り禁止だ。待て。わ、なにこれ。皆さんお集まりになった。この者たちが世界をこんな混乱に貶めた張本人たちよ。ほう。誰に対して。明らかにあのケットシーケットシーですよね、あれ。明らかに怪しいやついる、一匹。なんかカメラマンみたいなやつがおるな。なんだこいつらは。マスコミ？あなたたちの無様な死に様をテレビで全国中継するのよ。ほう、スカーレットさん、なぜ今回はこのような公開処刑を。出た、記者のふりして紛れ込んでるんやんね、これ。ケット氏バレッバレじゃない。二人羽織みたいになってるやん。メテオで混乱した民衆をまとめるには誰か一人悪者を作るのがベストなのよね。悪趣味。キャハハハハハ。口には出さないけどみんな本当はこういうのが大好きなのよ。さ、まずはこの娘からよ。やるんならまず俺からやれ。どうやるんやろケット氏。ほらほら、カメラさんこっち。こういうお涙ちょうだい芝居が最高にウケるのよね。どうやって殺す気ない。あ、これなんや、電気椅子的な。うわ、怖っ。痛い。何するのよ。私の特製ガスルームよ。ガスかい。え、椅子めちゃくちゃ椅子ものすごい偉そうやけど、ガスかい。じっくり時間をかけて思う存分苦しんでちょうだいね。こんな椅子いる？これ、ガスがこう噴射されんのかな。なんかガスが充満するというよりかはガスがあの管からブワーッと出んのかな。生意気ね。開いたー。え、落とした。会議。なんで、あいつも味方かな、もしかして。うわ、緊急警報、緊急警報。ウェポン襲来、総員戦闘配備。うわ、ウェポンだ。逃げろ、ウェポン来た。ちょっとあなたたち、畜生、こんないい時に。スカーレットさん、今のお気持ちは。おや、お前は逃げないでいたの。感心感心。何、気持ち、今の気持ちね。振り返った。んがー、何、催眠ガス来たいや知ってた。くせ者、やれまっせ。ケット氏は強いですから、やれまっせ。ケット氏装備は大丈夫。ちょっと今うい、寝た。あのマテリアついてないですね。グレネード投げ方、これイラッとする投げ方をする。起きてすぐ。ちょっと眠らせ、あ、耐えた。ちょっと待って、すごい眠らせたいねやな。いかつバハムート会行こうか。死ねやこんな狭いところで読んでいいのかどうかわかんないですけど。あ、寝た。こんな狭いところでね、バハムート読んだらえらいことになりそうですけど。いけー、贅沢やわ、贅沢ですわ。うわちょっとかわいそうなことしたかな。ちょっとかわいそうなことしましたか。ほつねー最悪の殺され方や。究極の処刑やで、これ。うーわ、ここを実況戦と。全国にまあパワーが溜まっております。入ったー。
宇宙の塵になれ。うーわ、これよし、オッケー。さあ、助けよう。ちょっと待って、血統師マテリア、助けに来ましたね。どうしてお前が真の人間だろう。人間ではないけど、あ、まあ人間やけど、死刑には反対なんです。この女も嫌いやし。さあ、はよ、ティファさん、助けんと入り口見張っときますから。あ、え、パーティーにはいるんやない。ちょっと待ってね、一応マテリア装備させてください。装備はなんか強いの取ったっけ。ダイヤバングルにしようか。どうしようかな。もう二人に一応がっつりつけてるんすけど、ラッキーマジカルとかカウンターとかつけとくか。いや別にないんですよね。やりたいことが特にないので、二人にがっつりついてるから。あなたはバカめ、もうスイッチは押しちゃったわよ。待って待って待って、え、開けないと。ガス出てんじゃん、めっちゃ。え、なし、うん、開かないぜこりゃ。いやいや、ブババババ使えばいいやんか。何のためのお前手やねん。お前なんでいつも打ちまくるくせにこういう時打たへんねん。ウェポンです。最近やけに多いな。防げるか。なんとか攻撃の許可は。聞くまでもない。やれ、自慢の大砲を一発食らわせます。そんなんでいいの。全砲門開け、キャノン砲修正、目標ウェポン。そんなんでいいねや。おお、すごい。ジュノンの全ての攻撃力がウェポンの方に。どこから来とるんですかね。真正面から飛んできとる感じなのかな。準備整いました。テーッ、キャノン砲さあ、目標は？どこ落としてんねん、おい。え？え？全員がプーンみたいな。え？あれ？何もいませんやんか。え、どういうことこれ。え、時が止まった。やったか、おそらく。ほんまかいな。俺あかんなわけない。ほら、ウェポン接近、まっすぐ腰に向かってきます。速度50ノット。バカな、確かに命中したはず。どうやって思ったんや。キャノン砲は準備に時間がかかります。それまで通常兵器で時間を稼げ。全方も開け、目標ウェポン、陸に上げるなよ。無能もええとこやろ。あ、来た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 、泳いできてんねや。わわわわわわわ、来た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 。魚みたいな、魚クションやん。撃て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 。この辺まで引きつけてから撃ったらよかったね、ほんまに。うわぁ、真のコケラみたいな感じやな。速度速い。ダメです、衝突します。撃てー。いやー、これ効かんわな、これ水の中やから。いや、なかなか難しいでしょ、これはね。ビラビラのとこしか当たってへんもん、これ。
やばいやばいやばい、逃げ遅れた。うーわ、体当たり。おお、これでガスが止まるのか。あれ、ガス、バレット助けて。息を止めてろ。少しでも長く我慢するんだ。無茶言わないで。止めるって言っても限界があるわ。撃て、早くバレット。くそー、何やってんねマジで。なんかやり方、なんかケット氏に相談か。ケット氏、多分別の部屋からガスルームの扉をロックしてるんだ。しゃあない、作戦チェンジですわ。いっぺんこの部屋から出ましょう。ティファ必ず助けてやっからな。今息止めてるんですよね。急がんとこれ。え、しまった、最悪やん。しまった、ここの鍵も閉められた。おバカさんたちね、これでもこの娘は助けられないわよ。いやー、その通りのアホさ加減。またまた作戦チェンジですな。エアポートまで走るで。エアポートだ。ティファほっといて、なんでそんなところへ。ええからええから、来ないなったら一か八かや。ほうほう、どっちがエアポート、どこ行くねん。エアポートは逆やで。逆って、だから行く方向言ってよ。敵も出るし、説明不足やからやろ。ソルジャーや、あの持ち方ね、剣の。ケットシーがちゃんと説明をしてくれないからそういうことになるんでしょうよ。強いな、え、強いな、全然強いな。まあこっちが弱いとも言えますね。こいつは全然使ってないから。まあケットシーはさあつけ、うわ強いな。ケットシーは多少使ってたけど、え、めちゃくちゃ強いな。戦いが終わらない。ついにリミットまで行ってしまった。すげえ強いっす。まあまあまあ、ここでレベル上げていこう。こっちか。あー、来た来た。ちっちゃ、ちっちゃ、これものすごちっちゃい。あー、ソロちゃん来たよ。ブリザーがあたりいっとくか。グレネードボム、よし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 、これは効くんじゃない。ブリザーはよーしゃ、強い。いた、いた、これ。トイボックス、はい、よしよし、ナイス。いや、危ない危ない危ない、普通に強いわ。ケットシーレベルアップ、ちょっと回復オーバー。あいつなんか怪しいな。あいつごっつ怪しいな。おいおい、てめえ、お急ぎのところすみません、ちょっとインタビューを。うるさい、俺は急いでるんだ。キーン、大きな声出さないでよ。あたしはあたし、クソ女よ。おう、クソ女か、こんなところに。さすがクソ女、最初から小ボケ入れてくる。うわ、出た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 、ペリカン、ペリカンの類のやつや、ウェポンやわ。さ、説明の後さ、エアポート急いで。いや、エアポート A じゃなくてね、なくてね、助けないと、クソ女、ちょっと、ツインバイパー。お前は、じゃあ、水属性でも吸収させといたろうか。ちょっと待て、じゃあ、もうティファのやつ外すわ。ティファのやつ外した方がいいっすね。めっちゃくちゃつけとるから、しょうがないな。時間とかのやつをクソ女に装着して、
体か、スタン、全体か、回復、回復、で、芝、あと何つけようかな。遠距離はこいついらないですよね。多分もともと遠距離やから、見破る、投げる、敵の技、消滅、バリアでいいか。これでいいか。耐久下げる、こいつ、血糖値も下げますわ。血糖値も下げて、には遠距離攻撃、これでとりあえずある程度はあの物理ダメージは、ソルジャーの物理ダメージは軽減できるはず。合ってんのかなこっちで。あー宝箱、こんなとこポツンと宝箱、攻撃だけで初めて使いますね。ナイスー、お披露目。足長いな、よく見たら細いな。ほんで足めちゃめちゃ細いな。そんな超細いっす、ガリガリや。飯食うとらへん。痛い。誰が今コメットを持ってるんや。ケットシーがコメット持ってるのかな。あれコメット誰もつけてないな。ちょっと待ってください、コメットはつけたいな。そうなんです、消させようか。ちょい待ち、コメットはつけたいです。あれ？あれ誰がつけてんねんやろ。ちょい待ち、隕石ここが、あ、こいつつけとるわ。 MP ターボになってんのか。了解。あ、もしかしてあれを取るってことかな。宝箱じゃなかった、スイッチやったんや。飛空艇ゲットすんのかなこれ。ゴー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 、もしかしてですね。うわうわ来た、これ取れんじゃん。本当にこっちでいいのか。行き止まりだぞ。あれ道間違うたかな。何言ってんだてめえは。もうすぐ大勢やってきちまうぜ。どうした、腕が痛むんか。最後まで持ってくれよ相棒。手足を動かし頭を働かせて、なんとか椅子から脱出しろ。最初からそ、え、おお、足、よし。いやいや、どうやってんの。足、いやだから、見えへんのか。いや見えるでしょうよ。え、見えません。下へ、真下。連打すんのかな。あ、そう、足、そう、足、ワンパターンではダメ。2つの行動を同時に組み合わせろ。わかりましたかな。押してますから。いや押してるんですよ。両方押すんかな同時に。分かってまんがな。分かってんすよ。こうかな。あ、池だ。お？
同時押ししてる、する感じか。こうか。よし、外れた。次は？手間取ったな。オッケー。ガスを止めるボタンは、ガスを止めるボタン、ガスを止めるボタン、ビヨン。よし。これでとりあえず止まったけど、飽きはせんわね。開いてー開かない。うわ、ウェポンが、うわ、こわ。あかん、なんか溜めとる、溜めとる、溜めとる。うおー、ピンポイントやな。なんで？うわー、うわー、近距離食らったー。うわ、吹っ飛んだ。入ったもろ、充填が完了したんや。あ、ちょうどここが開いた。どうしたの？これ開けなさい。自分でこんな変な場所を入れておいて今度は出てこいですって勝手なこと言わないでよ。開いてる、開いてる。切れ目から、いやいやいや、怖すぎるやろ。いや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 、よう行くなこれ。あー、追っかけてきてる、追っかけてきてる。怖い。僕ちょっとこれ高所恐怖症やから。落ちた、ほら。最悪、黒映像。落ちた、ほら。え、いやいやいや、いた。受け身、今のはバキと同じ受け身のやり方、ガイアの受け身のやり方。え、いや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 、いいのかな、まっすぐ行くのかな。こっち行ったって逃げ道ないけど、飛空艇で助けに来る感じかね。まあ、行くしかない、行こう。シスターレイっていう大砲の名前なの。うわ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 、なんでこっち来たん、これもう無理やで。追い込まれるだけよ、こっち来たら。鬼ごっこはここまでよ。でしょうね。ガス処刑は無理だったけど、ここから落ちて水面に叩きつけられて死ぬってのも素敵かもしれないわね。トントン。いった。全然抵抗せえへんな。最後まで生意気ね。さっきからパンパン痛いのよ、この豊島女！豊島女だ？うわうわ。痛えな、この野郎！なんなんだ、てめえは！あれ？ずっと俺のターン！やめやめ、やめっちゅね。やめっちゅね、俺は。悔しい。なんなん、この喧嘩。さあ、連れて行きなさい。冷静。さあ、年貢の納め時を。抵抗すると本当に落とすからね。はい。走れ。オン？頬の先に向かって走れ。誰かが。来た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 ー。まあ、でしょうね。これも。予想通り。おーい！おーい！おい。短い。危なすぎる、危なすぎる。よし、やったー、すげえでかい。やりましたな。カリオストロの城と全く一緒。よーし、あれ、奪えんのかな、もう。いただきだ。飛空艇いただき。
大丈夫か。ちょっとほっぺた痛いけどね。すごいわ、高山ドンフライ戦みたいやったわ。それよりこれどういうこと。まあ詳しい話は後で適当に聞いといてくださいな。とにかく低うてハイウインドは皆さんのもんですわ。ハイウインドっていうねや、これやったぜ。寝てんねん。はあはあ、うっぷ酔っとる。船酔いや。私もう少しここにいるから。いやーすげーな。スタッフいるやん。スタッフまで連れてきてるやん。オペレーションコックピット、すげーな。内部もでかいな。ほらスタッフいますやん。ご苦労様です。手を離せないのでこのまま失礼します。飛空艇操作。おおお、わかりませんけどなんとなくいける。ビャーっと飛びたいときはブリッジのパイロットに話しかけてください。はい、何話そうだ。僕たちの反乱の話をさせてください。聞かせて。僕たちハイウインドのクルーは毎日毎日ハイデッカーにこき使われていました。あの人社長に叱られるとすぐにクルーに八つ当たりするんです。なるほど、裏切ったのか。憧れのハイウインドのクルーになれたのにそんなことで辞めるのは悔しいですからね。そんなある日、確か7日前でしたよね、北の大空洞行きの任務の時です。社長やスカーレット部長と一緒に皆さんが乗り込んできたわけです。その中に伝説のパイロットシトさんの姿が。シトさんは懐かしそうに船内を見て回ってまして、なんと僕たちにも声をかけてくださったんです。なるほど。で、そこで勧誘したのか。噂通り熱いハートの人でした。シトさんはハイウインドがあれば旅が楽になるとおっしゃりました。なんと星を救う旅だそうですね。ほんと感動しちゃいましたよ。それで僕たちは協力することにしたんです。大空洞からジュノーに着いた時、僕は火事だ火事だと騒ぎました。その洞作さに紛れてシトさんと僕たちは船を信頼から盗んだんです。これが僕たちの反乱の話です。上司へのささやかな反乱ですけどね。でもバレットさん、ティファさんがハイデッカーに捕まってしまって、7日間救出のチャンスを伺ってついに実行に移しました。ですからティファさん、作戦成功、お会いできて嬉しいです。なるほど。ていうことはもうシドは乗ってるのかな。一度シド艇長とお話を。そうやね、多分どこかに操縦今してくれてるんじゃない。やったぜ。寂しいです。チョコボ乗せてください。チョコボを乗せる、どうやって。自分で育てたチョコボに乗ったままハイウインドに乗り込む。そうすればこのチョコボにチョコボが入ってくるんです。マジかよ、マジかよ。ここで買えるんや。狭い。まあでもまあ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 、でもあ、チョコボの絵書いてあるわ。いいやん、持ち込めん、持ち運べんねや。てめえ、飛空艇が使えるんなら最初から言えよな。俺はよ、ティファともさよならかと思ったぜ。すいませんな、でも敵を欺くにはなんてやらですわ。もうええねん、お前それは。さあ、皆さん待ってますから。皆さん。ということは、みんな？みんないるのね？ということは、ガリアンビーストも、買われとる。あー、ワンさんもおるわ。ようこそ俺様の飛空艇ハイウインドへ。いやすげえわ、シドやるねー。どうしたい、もうちょっと感激しろい、シド。おう、メンバー足りないね。嘘やろ、ガリアンビーストがおらへん。え、あ、おおるがね。おった、無事でよかったな、ティファ。クラウドがいないとダメかい。いや、大丈夫よ、別に。オイラたちだけじゃ、星を救えないのかな。いや、そんなもんない。別にやったらいい。メテオが迫ってきて、ウェポンが暴れていて、そんな時に何をすればいいのかなんて、私にはわからない。もうわからない。マリクルース。何言ってんだ、ティファ。一緒に考えようぜ。俺たちが乗っちまった列車は途中下車はできねえぜ。うまいこと言ったぜ。クラウドがいれば全部解決するような気がする。クラウドがね、いつもそうしていたみたいにちょっと気取ったポーズで言ってくれるの。大丈夫だよ、ティファって。ティファ、いつからそんなに弱い女になったんだよ。私もちょっとびっくり、がっかりだね。だいぶメンタルちょっといかれてるね。そう、でもティファのは想像のクラウドやから。ティファ、オイラたちがクラウドだと思ってたのは分かってる。だから確かめたいの、もう一度会いたいの。
そういうことよ。俺様あいつのことは嫌いじゃなかったぜ。変なやつだったけどな、カッコつけてるかと思えば間の抜けたこともする、やたら物知りなやつだと思えば当たり前のことも知らない。せやねんな、話し方も、あ、動き方も話し方もなんかちぐはぐなんだよな。今にして思えばああなるほどってやつだけどよ。まあ生きてるそのうち会えるさ、元気出せ姉ちゃん。せやねん、人形やったんやね、会えるよね。ツンツン頭の居場所さえ分かればこのハイウィンドでひとっ飛びよ。よし、もしかしたら、うん、北のクレーターの奥底で地面が崩れてクラウドはそのまま、さらに地中の奥深く、ほう、ライフストリーム、そのライフストリームが海底スレスレを通っていて時々地上に吹き出す、そんな場所があるって話を聞いたことがあるんだ。ほう、そこに行く。もしかしたらクラウドもそこに流されてきてる可能性。あわわわわ、シド提供。姉ちゃんすまねえが、俺様はこいつに着陸の仕方を仕込まなくちゃなんねんだ。何、すぐ湧くからよ。そうだ姉ちゃん、まあ目的は何にせよ準備が必要だろう。オペレーションって部屋でちょこっと準備してこいよ。オッケーっす。オペレーションルームありましたね。何の準備を、セーブとかができる感じかね。ティファさんご苦労様です。あー、ティファは外せない。なるほど、どうしようかな。シドも使ってみたいんですけどね、正直。まあヴィンセントかな、個性派やから。うちは個性派でいくから、ちょっと待ってください。マテリア調整させてください。ちょっと待ってくださいよ。返せよ。ケットシーも使いたいけど、やっぱヴィンセント先かな。どうしよっかな。ティファーにやっぱ回復をさせようかなと思います。回復というか、まずは全体化とかの時間関連の管理を、タイムキーパー、そして全体化回復は入れて、で、あとは暇な時にやってもらうことですよね。難しいが、回復と全体化は入れたいかな。全体回復はまだあるはずですよ。回復、隕石、MP ターボ、とは全体化、バリアあたりかな。で、消滅、重力はいらんかな。何があるといいですかね。敵の技、しましょう。回復はもうないから、もう別にいらないんですよね。チョコボ寄せとかつけとくか、適当に。カウンターとか、あとはミアブルもあるし、レベル上げたいものだけ適当に入れます。よし、これでいこうか。装備も問題ないでしょう。よし、
セーブはできない感じですかね。で、運転してみたいですね。運転、運転したいな。あの人どこにおるのや。運転してみたい。ガーッと飛びたいときはこいつに指示してやってくれよ。行くですか。レベル上がってる。行くです。うわ、メテオがもうガチで見えてる。メテオがこんな静かな飛空艇の音ありました過去。普通タラララ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 パーンみたいな感じの音すんのに、恐ろしく地味な音やな。おい FF7 やるね。なんて地味なハイウィンドですよこっちは。うわうわ、どこがハイウィンドやねんこの音。よし、ちょっといろいろ行ってみようか。今まで行けなかったところ行ってみようかな。どこでも大体降りれるんかな。気になってた場所、あ、チョコボ捕まえます。まずはあれ降りれへん。よし、チョコボ捕まえよう。チョコボをハイウィンドに搭載しましょう。恐ろしいダークな音、恐ろしくダークな音が流れておるわ。ハウリングムーンとか、そういうことは、そういうのはええねん、そういうのそんなんええねん、そんなんええねん。いらんことやな、これ。威力が高い。よし、捕まえました。これを、このまんまで、乗る。このまま乗るんじゃなかった。どうやってどうやって乗るんや。え、いやいや待て、え、ちょっと待って、あれちゃんとやったのに。自分で育てたチョコボに乗ったままハイウィンドウに乗り込むんです。やったよ。育てたチョコボに乗ったままっていうのがちょっとだけ引っかかるな。でも今のではあかんのかな。あれはまた違う意味なのかな。乗り方が間違ったのかな。次のチョコボポイントでじゃあもう一回やろう。 A ボタン押してもあかんかったんやけどな。ここや、ここなんかあるんですよ。これ何っていう。ちょっとチョコボポイントないかね。ないね。これ何